中部大学カスガ級中学校、高等学校は愛知県カスガ市松本町にある私立中学校、高等学校、全日制家庭進学コース、国際コース、特進コース、広脇コースの4学科を設置している。中部大学に付属する。カスガ市では唯一の私立中学校、高等学校で国際交流が盛んな学校としても知られる。通称はカスガ。 大阪府茨城市春日にある大阪府立春日級高等学校とは関係はない。見学の精神は、不現実行、当てになる人間である。学力重視の教育を展開している。地を守り、場を清め、礼を正す2021年度時点で4コース存在する。標準的なコースであり、学習と部活動の両立が可能である。 最もクラス数が多く現在1学年9クラスが最高のクラス数であり、平均は1学年8クラス程度ある。入学試験で点数がある。一定の基準を超えると、コース内の選抜クラスに配属される。選抜クラスとは、国公立大学受験のための学習サポートするクラスである。また、1学年、2学年の2学期終了時に選抜クラスへの希望ができる。 選抜クラスは原則2年次より80名を募っており理系40名、文系40名で分けられる。水、木、金曜日の授業後に合語補習というものが存在する。テスト前及び就業式1週間前には補習は停止する。また、第1第3第5土曜日には模試対策にあたる土曜講座が存在する。中学校のほとんどの生徒は、 高校の広明コースに進学する。しかし、成績や素行が著しく悪いものは進学できない場合もある。ちなみに進級条件は、中学3年の2学期の成績が大きく影響する。希望者は進学コースに進学することも可能である。これは、内部進学であるので、外部からの入学者と異なり、無試験入学が認められている。 他の高等学校へ進学することも可能である。中学1.2年で E 判定がつくと、その科目において特別課題が出される。基本的にこの課題をこなせば、進級できないことはない。春日ガ級、広明コースの文化祭は、広明祭と呼ばれており、毎年9月の中旬から下旬にかけて4日間にわたって行われる。個人で発表したり、部活動の発表、 合唱コンクールなどもある。ちなみに、2004年度まで、広脇祭は、広脇コースの中学1年生高校3年生までの、6学年合同で行われていた。その後、高等部が独立したため、広脇祭は、中等部3学年だけで行われている。旧中仙道の宿場町、真米から妻米まで、全校程約9キロメートルの道のりを、日本の伝統的衣装を着て、 縦割り班で歩き通す行事。毎年11月の初旬から中旬に模様される。毎年生徒会が企画を担当する。う点の場合は、名古屋港水族館やリニア、鉄道館などに行く。2018年の学校改革に伴い廃止。毎年1月に行われる100人一種大会。企画は生徒会が行う。毎年3月に行われるクラス対抗の球技大会。 高等部で6月に行われる球技大会とは別で中学校3学年のみで行われる。高等部を卒業する広明コースの3年生を送り出す行事。高等部広明コースと合同で行うが、中学校3年生はカナダ語学研修のため不在。毎年新入生の入学直後に行われる。縦割り班で様々なタスクを回り、 新入生との絆を深めようという行事。企画は生徒会が行う。2018年からの学校改革に伴い、縦割り班が廃止され代わりに、クラスごとに行うように変更された。毎年10月の初めに、中部大学への研修センターグラウンドで行われる。原則、親や兄弟とで参加しなければならない。企画、運営は PTA が行っている。 中学校の生徒会では学校生活のしおりという生徒の学校生活におけるいわば学生手帳のようなものに記載されている生徒会規約及び生徒会選挙規約に従い運営を行っている。主に学校行事の企画、運営は生徒会執行部が担っている。執行部の役員は毎年9月に行われる生徒会選挙において1、2年生が立候補し、 全校生徒が投票する。当選した1年生2名と2年生3名により、執行部は構成され、1年生が初期と会計のどちらかの職につき、また2年生は会長と副会長2名となる。また1年生で執行部に入ると2年生の2回目の選挙では、当選がほぼ確定となり、2回目当選の2名のどちらかが生徒会長の職につく。制服は、 男女ともにブレザーである。上着は男女間で多少デザインに違いがあり、金ボタンの数などが異なる。胸ポケットにエンブレムが入り、色はグレー。ズボンスカートは暗色のチェックである。この他に夏用ベスト、冬用ベスト、カーディガンがある。ネクタイリボンの色は青もしくは青地に斜めボーダー、もしくは緑の無地、もしくは緑地に斜めボーダーの 計4種類から自由に選ぶことができる。中学校と高校広空きコースのみ、エンジ色の無地、またはワンポイント付きネクタイと指定されている。なお以前までは、ネクタイリボンの色が、青から進学コース、緑から特進コース、赤、広空きコースのようにコースごとに指定されていた。体操服は、シャツ、ハーフパンツ、ジャージ上下、ウィンドブレーカーである。シャツは白。 パンツは男女で多少形状が違う。ジャージ、パンツともに濃紺でエンブレム、ラインの色により学年を見分ける。靴については黒のローファー、または白、黒を基調としたスニーカーを着用する。後頭部は黒の革靴指定。また、カバンはリュックタイプ、またはショルダータイプの規定されたものを用いなければならない。登校の際は必ず制服。 かつ靴は、ローファーと定められている。携帯電話の所持はかつて許可されていなかったが、平成29年度より、高速の改定に伴い、校内使用禁止という表記に改められ、持ち込みが許可された。校内で使用した場合は、従来同様の預かり指導となる。その他学業にとって、不必要なものの持ち込みも禁じられている。また、カバンにつけていいキーホルダーは、 片手で握れるサイズのものが1個までと高速で決められている。防寒具を利用する際は、本校指定のものまたは、中学時代の指定コート及びウィンドブレーカー等を着用すること。ただし、マフラーについては指定品を使用するのが望ましいが、暗色系で地味なものであればよいが、スカーフの使用は認めない。防寒具は、校舎内及び授業内に着用することは禁止。 男子の頭髪が長い場合には、三髪が求められる。また、先髪も厳禁である。2008年度まで生徒手帳に記されていた男子の頭髪基準は、前髪が眉毛より上であり、横髪が耳にかからず、もみ上げが耳の穴あたりまでの長さであり、また襟足の髪が制服にかからない状態である。生髪量の使用も認められていない。2009年度より、 そのような記述は削除されたが、現行の検査基準も以上の通りである。これらの検査は原則月曜の LH に行われ、再検査もある。また、検査基準を甚ははだしく一する場合、散髪、染め直しを命じられることもある。映画館、飲食店、遊戯場、喫茶店、カラオケボックス等には、制服で出入りしてはならないと定められている。また、アルバイトについては、 原則認めない。しかし、特別な理由があるのならば、担任と相談し、所定の手続きを取らなくてはならない。各クラスから大議員が2名ずつ選出され、その中から大議員の選挙で役員が決定される。役職は、その後、それぞれの生徒会経験や、獲得票数、学年を参考にしつつ、5選で選ばれる。 その際、票数等によっては2年生であっても会長になることがある。外部客の入場を許可されていなかったが、近年保護者と卒業生、次年度の入学希望生のみ許可されるようになった。基本的には、生徒会が企画して行う。クラス企画もあり、すべてのクラスが参加する。学校指定のベスト、カーディガン、ネクタイ、リボン、ブレザーのボタン及びエンブレム、 学校指定の通学カバン、体操服、体育館、シューズ、校内用スリッパが販売されているほか、弁当やパン、飲料、文房具などの販売もある。ただし、制服のブレザー、スラックス、スカートの販売はない。2019年4月時点で同好会として活動する団体は存在しない。これより以前に同好会として活動していた団体を以下に示す。 剣道、新体操、少林寺憲法、野球、ラグビー、ゴルフは教科部に指定されている。また、インターアクトクラブは、広明コースでも所属が許される。野球部は1983年に、第14回明治神宮野球大会への出場経験がある。2001年には、第73回選抜高等学校野球大会において21世紀枠の、 愛知県候補校に選出された。ラグビー部は2010年、第90回全国高等学校ラグビーフットボール大会に初出場した。また2020年、年末から2021年初旬に行われた第100回全国高等学校ラグビーフットボール大会で3回戦を大分東名高等学校に40対17で勝利し3回戦を突破して、初のベスト8を記録した。 そして、本校発となる最中戦により、準々決勝の対戦校は、今大会準優勝の京都成明高校と対戦した。また2020年現在8年連続10回目の花園への出場を果たしている。1998年女子ゴルフ部が、第19回全国高等学校ゴルフ選手権大会にて優勝。私立という特性や、 また、スポーツに力を入れている学校ということもあり、カスガエ市内と近隣地域はもとより、遠くは、豊田市、名古屋南西部、岐阜県の加ニ市、田嶋市、と岐市、水波市、江那市、中津川市などから通学する生徒も少なからずいる。また、部活関係で、両生もいる。最寄り駅は、高蔵寺駅と新寮駅の二つであるが、新寮駅の方が若干近い。 両駅ともに駐輪場を有し、多くの生徒はそこから自転車で通っている。また、新両駅からは、神バスと呼ばれる、スクールバスが発車しており、春日丘高校の敷地内まで運行している。電車で、新両駅に通っている生徒の大半が利用している。完全指定席制、楽器ごとの一括前払い制である。現在の路線及び主な経由地は、以下の6つ。運行は、 セントラルサービスに委託している。小牧線、CKT 今へバス停、大仙バス停、桜井バス停等の信用金庫前から、元町三丁目バス停ホンダ前小牧釣り具展示最前交差点北大垣、京立銀行岩崎出張所前から、小松寺バス停、ランドポート、小牧前から、 本庄バス停、上松交差点東春日急高校犬山線、犬山、まあ、駅東犬山中央病院東バス停、犬山、まあ、ニュータウン前バス停、まあ、新向きバス停、赤坂バス停長者町団地バス停、長者町団地南バス停池の十日台、センターバス停春日急高校終わり朝日、瀬戸線、瀬戸信用金庫三里支店前から京栄京を相模。 前から今村派、してにー前から新瀬戸駅、北山町南山町松川丘住宅、森林公園春す丘急高校名古屋東武線、富士ヶ丘駅西交差点南瀬戸信用金庫、試験屋支店前から、森高中学校前引く、天示店バス停、か市場バス停、大森バス停北山バス停森山東、中学校前バス停、小畑駅前バス停、 最上バス停瀬戸信用金庫川村支店前から、川上町バス停白沢渓谷バス停、下島バス停、上島バス停かすが旧高校かすがい西武線、上、大手バス停下大手西川山へ引く、前並子民建前宮町交差点北、名鉄かすがい駅持ち福前引く上の町バス停北、味吉バス停味吉ふれあいセンターバス停 JA、あじよ前引く、上北線、 勝川駅愛知銀行前から、柏井町一丁目バス停やわた前バス停、鳥居松二丁目バス停中央通り一、交差点東 V ドラッグ石田店前から、春日急高校新領駅方面、新領駅春日急高校。ありがとうございます。